ファミマとかにないですかね。いけ、あ、めっちゃ効くやん。多分こいつ AS ブリやん。じゃあ HS、HS ブリやん。で、まあ最後、これもうあれやな。ロトムでとどめ刺しに行ってええか。これもう、他のね、他のやつが出る幕ではない。耐えてくれ。なんでやねんって、もうちょっと火力ありすぎじゃない。でも多分、いや、自信はだって、ロトム冬やから。しかも、地味に残るのが、これ嫌やねんなぁ、もう。じゃあ、もう、ええよ。俺もギャラの規定にしたろ、もう。もうギャラの規定にしちゃいますからね、自分。ギャラの規定にしてしまいますからね、これ。身代わりはちょっと打てないかな。身代わりでも打ってさ、ステミタックルの反動もしくはまあ、不意打ちとか、あーでもてか向こうの早いのか。このダメージで、これなんで2発お、なんかおかしいってだから。一発打った時点で反応が効くねんから、その都度計算しろよ。運よくね、身代わりが晴れたからいいものの。いやもう俺もうガルーラのこの特性俺納得できないもう。いや俺もう言うよ俺。逐一俺ガルーラがなんか技打ってくるために俺はもう言うよ俺は。いや申し訳ないけど言うよ。確かにゴツメをやっぱギャラに入れるべきやな。え、トンボ帰り？トンボ帰りか。五つ目か。まあ僕クレセリアとかサンダとか選出すれば。まあ、いけるねんけど。え、だってファイヤーのやだ、相手。自信は打てなかったな。結局、お前らもなんかね、ガルーラコース踏め倒せるぞって言いながら、こっそり自分もガルーラ使ってんねん。な。ガルーラ、なんかガルーラ使ってるけど、そんな強くないからって、なんかね、予防線を張ってるようにしか見えないな。結局ガルラ強いんやろお前ら。対策できるとか言っときながら使ってるってことはよ。ねこれもう負けやなこれ。どないしてくれんのこれな。マッパ急所来ない限り負け。来た。王の天豪運の発動の瞬間やねん。こうたな。これ鬼火とか来るかな。でもまあないやろ。こいつに限ってないやろ。公平に公栄か公栄公平ね。公平君に限ってまあないでしょ。ブレバーやなそらな。無駄にやっぱ運だけはいいっていうこと。で、外す？で、岩石外す？当たると。やっぱそこは仕留めていかないとな。そこはやっぱ仕留めていくよ、俺も。まあ、鉢巻きの可能性もあったかな、確かに。
バトルボックス。なんとか今日はレート1650ぐらいに乗せたよね。あ、寝る方おやすみなさい。お名前の尻尾くん行こうぜ。うわ、なんかテンプレパや。テンプレにも程があるな、このパーティー。多分あの、ポケモン徹底攻略のサイトの、あれでしょ、パーティーシミュレーターで、97点ぐらい出るやつやな、これ。素晴らしいで。ちなみに僕のパーティー87点でした。え、テンプレ俺のパーティー。え、これがテンプレ俺結構練ったよ、これ。結構独自性あると思うけど、俺このパーティー。初見の方はご提案お願いいたします。あ、一写真を外してください。じゃなきゃ僕読まないんで。うぽつでーす。うぽつなんて言わねえか。わこつでーす。わこつでーす。よし、じゃあ潰していくか。いや、ちょっとやべえな。てか今日なんかガブを一体も見てない気がする。うん、ガブの選出が全然ない気がする。このパーティー出してやばいんじゃないのこれ。ちょっとガブをやっぱ防ぐ何かがあるんだよこのパーティーにはね。やっぱマリルリがいるのがでかいのかなこれな。これはでもね、これはちょっと残念ながらね、マリルリを選択ねしないねこれ。いや、マリルリ選択もありだと思うけど、まあでもどうだろうな。マリルリ、まあありか。マリルリ全然ありだな。マリルリありだね。マリルリありからの、で、まあバッサムって形になってくんのかな、どうしてもな。いや、ギャラだな。はい。ヌシイケボですね。あ、ありがとうございます。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。和骨でーす。やっぱマリルリギャラいるから、やっぱこの二人がやっぱ抑制力になってんだろうね。レトルト？こんにちはー。レトルトと申します。ちょっとこのちょっとあかん対面来た。マットファーザー第4回実況プレイしていきます。てかこのパーティーあかんやん。このパーティーロトもあかんやん。これ前はもうボルジェンしたろも。いや、光の壁一発積んだもんか。積むか。その道多分俺の方が遅い。俺のロトも遅さに定評がありすぎてちょっとやばいからな。こいつはな、小学生時代にあの 50m 走12秒台であのみんなにいじめられてたロトだからな。そこを俺がスカウトしたんだよ俺が。こんにちはす。バトルドと申します。マンドワーザー第4回、はい、来た。あー、死んだ。はい、終了していく。メガネとかでもないか。でもメガネとかじゃないかな。まあでもないか。まあとりあえず、まあでもギャラやな。ギャラでも初手メガ進化からの、まあ、ボルチェンが飛んでくるから、まあそれを見越した上でちょっと身代わりを張っていこうかなと思っております。はい、映画人からだね。いや、俺もいつまでも根に持つからね、俺。わろた、ぬし超面白いっすね。コビ入るわ、わらわらわら。で、翌日、コビ抜けました、みたいな。していくぜ、かよ、みたいな。すまん。なんかして、何々していくってさ、あれ、何々していくって考えたの。あ、てか、ギャルの方がやるんだ。何々していくって、なんか、実は、どっかのポケモン生主が考えたらしいな、あれって。で、ほんまやな、っていうか、俺知らんねんけど。実は元ネタは、ポケモンの放送主でしたっていう。これ、リュウマイ一回積んで、ロトも倒せるかな？無理かな？でも、メガ進化してるし、いけるやろ。